若きウェルテルの悩み、若きウェルテルの悩み、若きウェル,ル,ルテルの悩みは、1774年に刊行された、ヨハン・ボルフガング・フォン・エイテによる、初簡体小説。青年ウェルテルが、婚約者のいる身である、女性シャル・ロッテに恋をし、叶わぬ思いに絶望して自殺するまでを描いている。出版当時ヨーロッパ中で、ベストセラーとなり、主人公はエルテルを真似て自殺する者が急増するなどの、 社会現象を巻き起こした。そのため、精神的インフルエンザの病原体と観光時に呼ばれたが、現在も世界中で広く読まれている。なお、ドイツ語の現代は、1774年の初版では、であったが、1787年の改訂版では、となっており、現在でも、両方の表記が見られる。紹介、訳出されたのが、 明治時代であり舞台発音に準拠し、ウェルテルと表記される。現代の標準的な広語ドイツ語による発音は、ベルター、ベアターがより近い。作品は2部で構成されており、主に主人公ウェルテルが友人ビルヘルムに当てた数十通の書簡によって構成されている、シャルロッタ宛てのものも数通含まれる。第一部冒頭では、 ウェルテルが新たにやってきた土地での生活ぶりや交友関係が報告される。あたりの風物の素晴らしさや身分の低い人々の素朴さに惹かれたこと、とある公爵とその老法官と親しくなったこと、その老法官の妻が最近死んで、長女がまだ幼い兄弟たちの母親代わりをしていること、ワールハイムという土地にある料亭が気に入って、そこでしばしばホメーロスを単独していることなど、 ある日はエルテルは郊外で開かれた舞踏会に知り合いと連れ立って出かけることになり、その際に老法官の娘、シャルロッテと初めて対面する。ウェルテルは彼女が婚約者のいる身であることを知りつつ、その美しさと豊かな感性に惹かれ、我を忘れたようになる。この日からウェルテルはシャルロッテのもとにたびたび訪れるようになり、彼女の幼い弟や妹たちに懐かれ、 シャルロッテからもまた憎からず思われる。しかし幸福な日々は長く続かず、彼女の婚約者アルベルトが到着する特苦悩に、苛なまれるようになり、やがて耐えきれなくなってこの土地を去ってしまう。第二部では、新たな土地に移って、以降の出来事が描かれる。新たな土地ではエルテルは求めて感触につき、公務に没頭しようとする。しかし同僚たちの卑俗さや形式主義に我慢がならなく、 なり、伯爵家に招かれた際に、周囲から侮辱を受けたことをきっかけに体感してしまう。その後頼った知り合いの公爵の下でも、気分の落ち着きが得られず、数ヶ月各地をさまよった後、やがてシャルロッテのいる元の、土地に戻ってくる。しかしすでに結婚していたシャルロッテとアルベルトは、ウェルテルの期待に反して、彼に対し冷たく振る舞う。この第二部の半ばから、 編集者による解説が挿入され、ウェルテルの所簡と並行して、シャルロッテや周辺人物の状況を説明しながら物語を進めていく。ウェルテルがシャルロッテへの思いに反問している中、ある日、ウェルテルの窮地の咲く男が自分の主人である未亡人への思いから殺人を犯してしまう。咲く男に、 自分の状況を重ね合わせたウェルテルは作男を弁護しようとするが、アルベルトとシャルーロッテの父親である老法官に跳ね付けられてしまう。この出来事が引き金となり、ウェルテルは自殺を決意する。彼は使いをやって、アルベルトの持つピストルを借りようとする。アルベルトの傍らでその使いの用事を聞いたシャルーロッテは、事情を察し激を受けるが、夫の前ではどうすることもできず、黙って、 ピストルを使いに渡してしまう。ウェルテルはそのピストルが、シャルロッテの触れたものであることに対する感謝を一緒に、印、深夜十二時の鐘と共に筆を置き、自殺を決行する。最後に編集者によって、心痛のために、シャルロッテが出席できなかった、ウェルテルの葬儀の模様が報告される。この作品は、作者、ゲーテの実体験をもとに執筆されている。 1771年に、ストラスブール大学で学業を終えたゲーテは、翌年法学を収めるために、ベッツラーに移るが、ここで、ヨハン・クリスティアン・ケストナー、ヤカール・イエルーザレムといった青年たちと親しくなった。6月9日、ゲーテは、ベッツラー郊外の舞踏会に参加し、そこで作中のシャルロッテのモデルとなる、シャルロッテ・ブッフと出会い恋に落ちる。そして間もなく、 彼女は友人ケストナーと婚約中であることがわかるが、ゲーテは諦めきれずに、シャルロッテの元を頻繁に訪れるようになった。しかし、思いを果たせず、9月11日早朝に誰にも告げずに、故郷フランクフルトに舞い戻ってしまう。しかしゲーテは故郷に戻った後もシャルロッテのことが忘れられず、彼女の結婚の日が近づくと応募し、一時は自殺すら考えるようになる。 そんな中、ベッツラーの友人の一人エルーザレムが1972年10月末に人妻への失恋がもとでピストル自殺したという本が届く。この時ゲーテはこの友人の死と自身の失恋体験を組み合わせた小説の構想を思いつき、1774年2月から1ヶ月余りでこの小説を書き上げた。この小説を書く作業によりゲーテは彼自身の 失恋自殺の危機から脱出できた。なおシャルロッテブッフは1816年60歳になったゲーテを訪問し再会を果たしている。トーマス・マンはこの出来事を題材に長編小説バイマルのロッテ1939年を執筆した。作品は1774年9月に刊行された。ゲーテはすでに前年に自費出版した儀曲。 ゲッツフォン・ベルリヒンメンによってドイツにおいて文明を得ていたが、ウェルテルはそれ庭をかけて評判となりすぐに英語、フランス語、イタリア語に翻訳されヨーロッパ中でセンセーションを引き起こした。青年たちの間では作中でウェルテルが着ている青い塩味服に黄色い直キとズボンというファッションが流行し、作中人物のモデルが選択され、ウェルテルのモデルである。 イエールザレムの墓愛読者の巡礼地となった。さらに、ウェルテルを真似て自殺する者が多数現れ、ここから著名人の自殺によって引き起こされる、自殺の連鎖を指すウェルテル効果という言葉も生まれている。ゲーテの同時大臣、ナポレオン・ボナパルトは、ウェルテルの愛読者であり、この作品を、エジプト遠征の際に、ポケットに忍ばせていき、7度読んだことを自ら、10回している。 日本では1891年、明治24年に、山形日報に連載された、高山貯牛の訳によって、初めて本格的に紹介された。高山役は、原作の、訳五部の四を訳出している。初の漢訳版は1904年、明治37年に、漢詩人でもある、久保天随徳寺訳、エルテルである。重役を含めた二崎聖二、血の少将。 高橋健治、沢西健、前田恵作、井上正造、高橋義隆、手塚富夫、柴田翔、竹山道夫、新品、吉尾など、多数の役者により分け、出版された。以下が、現在入手しやすい書目。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。